カウノです。好きな男性のタイプは優しい人。これを鵜呑みにして優しくしていたら全く振り向かれなかった。それどころか全然優しくなさそうな男と付き合っていた。あるあるもあるあるもあるあるですよね。そもそも優しさと一言で言ってもめちゃくちゃ抽象的な概念だし、その優しさの中にはモテる優しさとモテない優しさがあります。そして結構多くの男性がモテない優しさの方を優しさと捉えてしまって、女性にそれをしてしまっている。それが原因で優しいだけの人、なんか物足りない男、つまらない男、いい人止まりになってしまう。つまり優しくすればするほど魅力を感じられなくなってしまうという泥沼に気づかぬうちにハマっている男性も少なくないわけです。というわけで今回は、間違ったモテなくなる優しさと、それこうするとモテる正しい優しさになるぞを掘り下げていきます。それでは早速見ていきましょう。まず一つ目は、物足りなさを感じる優しさ。これ典型的ないい人止まりの原因になっていたりします。そもそも女性心理では優しい人は好きっちゃ好きです。でも優しすぎると魅力を感じなくなってしまう。というか厳密に言えば、意志の強さを感じられないと魅力的に見えなくなってしまう。どういうことかというと、例えばモテない優しい男性は女性の意見、意志、主張などを尊重しがちだったりします。で、優しさに限らず典型的なモテない原因として、自己保身が強い、顔色を伺っている、媚びてくる、なよなよしているなどなどがありますが、まさに女性を尊重しすぎ、女性に合わせすぎ。というのも、こちらからすれば優しさのつもりだったとしても、女性の目には今挙げた最強ひもて要素として映ってしまうわけです。そしてこういった優しさは度が過ぎると、単に自分の意思がないつまらない男と判断されて物足りなさを感じてしまう。つまり男として魅力を感じられなくなってしまうというわけです。そもそも女性は男の何に惹かれるのか、魅力を感じるのかというと、圧倒的に強さです。強さを求めるし、リードをしてほしい。でも女性に合わせすぎるとこれを感じられない。じゃあどうすればいいのか、ざっくり結論から言うと、自己中で行こうです。もちろん迷惑をかけたり、相手のことが見えていなさすぎる自己中はダメだけど、要は主導権を持とうぜということです。例えば付き合う時であれば、付き合おうを私に言わせないでくれ、あなたがリスクを取って主導権持って私は従う形にしてくれ、告白された愛されてる私にしてくれというのが潜在的な優しさニーズであったり、お持ち帰られる際も、パス出してんだから察してリードして持ち帰ってくれ、おい私にホテル行かないとか聞いてくれるな、イエスをこの口から言わせるな、あなたが誘って私が渋って、それでも多少強引に押してきて押されて仕方なくという言い訳を用意してくれあれというのが本質的な優しさニーズであったりと、要は相手に決定権や主導権を持たせることは優しさの逆であったり、リスクを取って主導決定をすることや言い訳作りをしてあげることが優しさであったり、リードしてほしい願望を叶えることであったりするわけです。それを踏まえた上で、俺は君が好きだから付き合おうというある種の自己中、今夜は君と一緒にいたい、ついてきてくれというある種の自己中が大事になると。何でも許可取ったり合わせたりすることが必ずしも優しさとは限らないし、むしろ迷惑だったりもするわけですね。そして男として魅力を感じられるか惹かれるかという点においても、頼りがい、リスクを背負える、引っ張ってくれる、決定できるといった男らしさは魅力として高ポイントであり、逆に頼りがいがない、リスクにビビって男らしさがなくなよいというように、男らしさが欠けていると意識的にも無意識的にもなし判定されてしまう。さらに相手に合わせすぎだったり尊重しすぎだったりすると、私に気に入られようと必死なのね感、ひいては下手に回っている感も強くなってしまう。それによって優しいは優しいけど、男としては惹かれないかな、なんか物足りないかなとなってしまう。だからこそ多少の自己中というか、自分軸での決定権や主導権をしっかり取れることは、優しさという意味でも男としての魅力という意味でも大事になるんだぜというわけです。自分では優しい男のつもりでも、女性から見ると頼りない男、つまらない男にならないように、女性に合わせすぎない、イエスマンにならない、決定権や主導権を渡しすぎない、ここを気をつけてください。それでは二つ目、言葉にしてしまう。これは例えば女の子が重いものを持っていた時に、持ってあげようかと優しさを言葉にするのか、伺いを立てずに、まるで女の子の重いな、持ってほしいなという心の声が聞こえたかのように、はいと持ってあげるのか、この後者がキュンにつながったり、女性心理に刺さったりする、いちいち言葉にしないモテる優しさといったところです。
で、これもそうだし、さっきの自己中もそうですが、その本質にあるのは察するということです。察する、まさに女心にぶっ刺さるものですね。要は言わなくても分かってくれる、私を分かってくれている、女慣れしているモテ男なのね、なんてスマートなやさおなの、などといった魅力に移るわけです。そして言葉にしないというのは、恩着せがましくない、見返りを求めてる感がないということにもつながります。逆に下心が見え見えとか、見返りを求めてる感満載とか、やってあげたぜというドヤ感があると、一気にモテない優しさになってしまうと。単純にモテる人の特徴として、好意は感じるけど下心は感じないという傾向がありますが、これを体現するのがこの言葉にしないというさりげなさであるというわけです。なので、例えば高いところのものを取ってあげるでも、硬い蓋を開けてあげるでも、落ち込んでいる時に励ます時でも、直接言葉にして優しくしてます感や、どうしてほしいをいちいち伺うよりも、この人察してくれてるとなるような優しさを当たり前のことのようにすることがポイントとなります。イメージとしては、言葉にしてしまうと相手も感謝しなきゃという義務感が発生するけど、言葉にしないとその義務感がなく、感謝が素直に発生し、優しさが刺さるというイメージです。ちなみに察することがここでは重要ポイントとなるので、そこがいまいち苦手な場合はこっちで掘り下げているので参考にしてみてください。それでは3つ目、タイミング。タイミングによっては優しさの刺さり方が全く変わってきます。女性の場合は特にですが、順調な時は恋に落ちづらく、不調な時に落ちやすいという傾向もあります。これは優しさも同様で、順調な時にされる優しさと不調な時にされる優しさ、同じ優しさだったとしても後者の方が圧倒的に刺さりやすかったりします。これに関しては好意の自尊理論というものがあります。好意の自尊理論とは、人は自尊心が下がっている状態の時は人を好きになりやすいというもの。失恋直後なんかはまさにこれです。失恋直後や恋人とうまくいってない時に他になびきやすいというのはあるあるもあるあるですね。こんな感じで、相手が恋愛でうまくいってない時、仕事などで失敗した時、炎上して叩かれている時、風邪をひいている時なんかも普段より落ちやすくなっています。ここで優しくするとぶっ刺さります。モテる人は普段チャランポランだったとしても、こういう時に優しさを出して女の子はコロッと言ってしまうというのもあるあるです。そしてこの相手が落ちている時に加えて、相手が困っている時なんかも刺さるポイントです。例えば仕事でキャパオーバーになって困っている時とか、それこそ重い荷物持ってしんどい時とか、そういう時にちゃんと察してスマートに手助けできるとめちゃくちゃ刺さります。さらに恋愛では特に重要となるのは振り幅です。例えば不安と安心、悲しいと嬉しい、辛いと幸せ、癒しと興奮、苦と楽、緊張と緩和などなど、感情の振り幅もそうだし、ギャップという振り幅もそう。こういった振り幅があることによって感情が揺さぶられて、それによって恋心が芽生えたり育ったり、中毒や依存もこの振り幅によって作られるものですが、まさにハマってしまったり夢中になってしまうことにもつながっていくわけです。そして過去動画のどっかで、いい人止まりで終わってしまう人の特徴として、当たり障りがなく影響を与えることがなく、相手が感情を動かされないような人は刺激がなくつまらない人だと感じられ、いい人止まりで終わってしまうみたいな話をしていました。まさにこれも、優しい人が優しいだけの人、なんか物足りない人、つまらない男になってしまうのは、要はタイミング関係なく常に一定で優しいから、振り幅がないことによってそうなってしまっているというところにもつながるわけです。つまりこのタイミングに関して言えば、順調でも不調でも一定ではなく、不調な時こそしっかり優しさを出していく、不必要な時と必要な時では優しさの刺さり方が全く変わってくるんだぜというわけです。実際に悪いところが全然なく、すごくいい人、優しい人だったとしても、刺激がなくつまらないと感じられ離れていき、逆にムカつくことが多い、傷つけられることが多い、不安にさせられることが多い、でも優しい時はちゃんと優しいみたいな男に女性は惹かれてしまうということはあるあるもあるあるです。まさに振り幅という意味でもタイミングは重要というわけです。というわけで、女性は男性の優しさを好きになってしまいますので、優しくすれば女性は必ずあなたに惚れますという短絡的なクソみたいな綺麗事を鵜呑みにして、優しくすればいいやということに固執しすぎて、結局優しいだけのつまらない男になってしまうこともあるし、抽象的に優しさを捉えていると、実はそれはモテなくなる優しさである場合もあるので、今回取り上げた物足りなさを感じる優しさ、女性を尊重しすぎ、女性に合わせすぎというのも、こちらからすれば優しさのつもりだったとしても、自己保身が強い、顔色を伺っている、媚びてくる、なよなよして
している。などなど、ひもて要素として捉えられてしまうこともある。女性は強さに惹かれるし、リードしてほしい場面が多い。だから、ある種の自己中で、主導権、決定権を持ってあげることが、本質的に優しさでもあるし、惹かれる要素にもなると、言葉にしてしまう。女の子が重いものを持っていた時に、持ってあげようか、と優しさを言葉にするのか。伺いを立てずに、まるで女の子の重いな、持ってほしいな、という心の声が聞こえたかのように、はい、と持ってあげるのか。この後者がキュンにつながったり、女性心理に刺さったりする。いちいち言葉にしない、モテる優しさといったところ。この裏にあるのは、察するということ。察して先回りすることが、スマートで女心を分かっていると感じられる、モテる優しさになる。恩着せがましさや見返りを求めている感、感謝の義務感をなくすことが刺さる優しさになるんだぜ、と。タイミング。順調な時にされる優しさと、不調な時にされる優しさ。同じ優しさだったとしても、後者の方が圧倒的に刺されやすい。そして何より大事な振り幅が作られる。特にいい人、つまらない人、物足りない人だと感じられてしまう原因はこの一定にあるので、振り幅を意識しようぜ、というこの3つを参考にしてもらえればと思います。あとは実際に優しい人は当然好かれるし、好かれる要素でもあるけど、女の子の言葉の裏にはモテる人や好きになった人が私だけに優しくしてくれるともっと好きになるとか、いい男で私だけに優しい人が好きが本質である場合も多いので、優しさに限らず食いつきを上げていくことや自分を磨いていくことも当たり前だけど大事なので、優しいだけの男にならないように、優しい魅力的な男になるように頑張っていきましょう。というわけで、このチャンネルや特にメルマガでは、食いつきを上げていく接し方やアプローチ、会話とか自分を磨いていく行動、習慣、思考などなどガンガン発信していくので、今後ともよろしくです。それでは次の動画でまた会いましょう。